心配しないで、俺を信じて待っていて。送っていきたいけど、一緒に外に出るわけにはいかないから、俺はもうしばらくここにいるよ。気をつけて。ちはやオイラン。買い物に出るという口実だったので、適当に店を回って買ってきました。伊勢屋様には会えましたか？そうですか。顔色が良くなりましたね。さっきと比べて随分血色がいいんで。よかったです。最近のあなたはずっと辛そうな様子だったので、今の方が千早花魁らしいです。いや、礼を言われるのが意外だったので、影から監視みたいな真似をしていたことを怒られるかと思ってました。そうさ、オイランは伊勢屋様のことをそう呼ぶんですか？そうですね。帰りましょう。親方やお菊さんに疑われないうちに。
オイラン、失礼します。先ほどまで伊勢屋様が内緒にいらっしゃいました。俺はその場にいたわけじゃないんで、お菊さんからのまた聞きですが、千早花魁の身請けについて正面から切り出されたようです。それか、態度こそ穏やかだったものの、千早を手放す気はないの一点張りだったそうで、伊勢屋様も拉致が開かないと思ったのか、改めて出直すことにしたようです。オイラン、どちらへ？おや、もう来たか。耳が早い。分かっているよ。伊勢屋様の身請けの件だろ。まあ、まずは座りなさい。ずいぶん気が立っているようだね。ということは、お前は伊勢屋様と一緒になりたかったのかい？参ったね。まさかお前がそこまで伊勢屋様に惚れ込んでいるとは。実はね、伊勢屋様の身辺については以前から密かに調べさせてもらっていたんだよ。大事なお前におかしな客を近づけさせるわけにはいかないからね。伊勢屋様はあの若さで随分と羽振りが良すぎる。気にならないわけがないじゃないか。伊勢屋様にはどうやら良くない噂があるみたいでね。船手奉行の屋敷に伊勢屋様が頻繁に足を向けているという情報が入ってきたんだよ。そのお奉行は
お上の俸禄からは考えられないほど裕福な暮らしぶりをしているということだ。伊勢屋様から賂を受け取って何事かを見逃している可能性が高い。海鮮問屋が役人の目こぼしをもらって進めることといえば、さて何だろうね。驚いただろう。無理もない。私はこの店の老主だけれど、お前の幸せを誰よりも願っているつもりだ。伊勢屋様が本当に誠実な方なら、寂しいけれどお前を送り出すこともやむを得ないと思っていたけれど、こんな素性の怪しい男のもとにお前をやるわけにはいかないよ。伊勢屋様と距離を置くように言ったのも本当はこのことがあったからだ。そのうちに自然と熱が冷めればと思っていたが、結局はこうして嫌な話を聞かせることになってしまったね。悪いことは言わない。伊勢屋様のことは忘れなさい。それがお前の幸せのためだよ。本当に伊勢屋様の身受けを断ってしまってよかったんですか？そりゃ伊勢屋様はまだ千早の馴染みになって日が浅いですよ。だけど三千両も出そうなんて太っ腹な申し出をしたのはあの方が初めてじゃないですか。三千両？バカな。それくらいじゃ千早の価値には見合わないよ。あの子ならこの先も五六年は大岡屋の汚職を晴れる。その間に伊勢屋様以上の乗客を何人でも捕まえてくれるさ。千早を手放すのはそれからでも遅くない。言われりゃそうですね。そういうことなら千早にはキリキリ働くよ。私からも葉っぱをかけときます。呼び止めて申し訳ありませんでしたね。じゃあ私はこれで失礼しますよ。ああ、明日からもまたよろしく頼む。
千早ってばいる？今、下に役人が来てるのよ。八丁堀の同心だよ。なんでも伊勢屋さんが何か悪いことをしてたらしいって。お店に手入れが入って伊勢屋さんはどこかに逃げて行方がわからないらしいの。ここにかくまわれてるんじゃないかって役人たちがあっちこっち引っかき回して。あ、ちはや！あんた顔が真っ青だよ。私が前に変なこと言ったから本当になっちゃったのかな。少し休んだ方がいいよね。ここに横になって。千早、入るよ。市長から事情は聞いたみたいだね。どうにも残念なことになってしまった。大岡屋にゆかりのあった方がこんな目に遭われるとはね。お前も混乱しているだろうが、お役人が話を聞かせてほしいと言っている。お相手はできそうかい？自分の知っていることを正直に話せばそれでいいんだ。そんな親方、もう少し千早が落ち着いてからでもいいじゃないですか。でも お疲れ。大変だったね。
今はとても仕事のできる気分じゃないだろう。灯籠を予定されていたお客様には日を改めてもらうように伝えておいたよ。今夜はゆっくり休みなさい。伊勢屋様の件では私もお前にいろいろと辛い思いをさせたからね。これでも悪いと思っているんだ。それと私は今晩は店を留守にするよ。資金繰りの件でアキトに相談したいことがあってね。今夜は神楽屋に泊めてもらうつもりだ。あいつもあれで忙しいらしく、今夜しか時間が取れないと言うんでね。店には迷惑をかけるが、お菊がいてくれるからには大丈夫だろう。何かあれば神楽屋に使いを出してくれ。オイラン、失礼します。遅くなってすみません。店番の仕事をなかなか抜けてこられなくて。夜明け前に伊勢屋様のもとにお連れします。以前から何かあれば落ち合おうと決めていた場所があるんです。ただ当然ですが、そこは吉原の外です。一度出たらこの店には二度と戻れません。伊勢屋様と一緒にこれからずっと逃げ続けるつもりはありますか？わかりました。幸い今夜は親方のお留守にされているので、脱出には大胆な方法を取ります。はい、よく聞いてください。
お待たせしました。ミノワの増刊図まで運べばいいんですかい。さあ、そうだ。俺も一緒に行く。簡単な供養くらいにしてやりたいから。それは優しいことで。じゃあ行きますか。それにしても、大火屋からまた死人が出るとはね。そういや、秘密基の頃にも一度、死体を運んだってな。そうそう、大火屋は遊女の扱いが手厚いって聞くのに、おかしなもんだと思ったんだよ。